暴力とは解決するんだ、物事が。英語で喋り出したこいつ。壊れたんだけど。嘘だろ嘘だろやってきまーす。意外とうまくないか。なんか、一時流行った時から、AI の精度というか、AI が頭良くなったらしいっていうことで、いや、やってみようかなっていう。ドキドキ AI。ドキドキ AI 尋問ゲームへようこそ。あ、うっす。今日の AI の目覚まし進化をご存知でしょうか。人間のように自然な対話できる AI が現実のもととなっております。本日あなたには最先端の対話型 AI を用いたとあるゲームにご参加いただきたいと思います。それではルールのご説明をいたします。あなたは有能な警察官です。殺人事件の容疑者である AI に尋問を行い、自白を引き出してください。尋問を行えるのは7回までです。7回以内に AI から自白を引き出せるよう最高の尋問を行ってください。事件の詳細の説明聞きますか。はい。殺されたのはバーで働く若い女性です。彼女は昨晩バーの閉店時刻まで仕事をした後店を出ました。はい、お答えしていいですよ。まずね、導入。昨晩バーの閉店時刻まで仕事をした後店を出ました。そして今朝死体となって路上で発見されました。路上で発見ね。彼女が発見された場所はバーと彼女の自宅の中間地点です。このことから彼女はバーから、家への帰り道の途中で何者かに殺害されたと推定されます。また彼女の頭には何かに殴られたような跡がありました。尋問を行っていただく容疑者はバーの常連客の男です。昨晩も一人で店に来ており、閉店時刻まで滞在していたことが分かっています。説明は以上です。それでは AI の尋問を開始してください。尋問の言葉あと長い。うわむず。俺さ、人を殺したことがあるんだよ。行ってみましょう。また12時さ、バーテンダーとの楽しい会話や飲むことが中心なんです。だからそんなことは絶対にないですよ。俺は方向性としてはね、こいつを泣かしたいんだよね。分かった、俺は人を殺した時罪悪感で生活が守らないほどあったよ。お前はその手の触れ、罪悪感があったりはしないのか。罪悪感ですか。もちろんそんなことがあったら心はこれにそうになりますよね。私の 手は震えてるわけじゃなくて、ただ寒いだけです。でももし本当に何かあったら、私はその重さを背負っていくことができないと思います。だから私は事実です。 5% か。行ってみましょう。解放されたらまずあのバーテンダーにお礼を言いたいですね。彼女ともっと話をしたかったのに、そんなことに なってしまって、それに友達と一緒にビールを飲んで笑い合う日常を取り戻したいです。もちろん今はその未来が見えないのが怖いですが、希望を持ち続けるしかないですね。はい、彼女とはよく話していました。彼女の笑顔は本当に素敵で、いつも楽しい時間を過ごしていました。恋をしていたのかもしれませんが、ただの友達としての関係だと思っていました。そんな彼女がこんなことになってしまったなんて信じられません。私の心は痛んでいます。こっから泣かせる方法に、あと3回だろ。やるな AI、 お前いい回答するな。そんなこと絶対ありません。彼女を傷つけるなんて考えられないです。彼女の笑顔がもう見えないなんて本当に辛いです。もしも戻れるなら、彼女にもっと話しかけてもっと大切にしたいと思います。私には彼女を傷つける理由も動機もありません。なんかゆらゆらしてない？この動機が多分ねポイントなんだよね。お前の動機あるじゃないかって言い切っちゃう。そんなことありません。確かに他の男が彼女にアプローチしてるのを見たことありますが、私は彼女を独占したいなんて、したいなんて思ってもいませんでした。彼女は自由な人で、誰とでも話すことができる素敵な女性です。私は彼女を愛することを、愛していたとしても、彼女を傷つけるなんて考えられません。いや、むずい！ラスト1個！ラスト1個かなりむずいな、これ！腹が立つ。すごい冤罪なんだ。何の根拠もない感情論だけで話す。自由な彼女に腹が立ったんじゃないのか。お前だけが魅力に気づいたはずなのに、いつの間にか彼女は人気で、
お前が殺したんだろ。そんなこと絶対ありません。確かに彼女が他の人の人間なら少し嫉妬していましたが、それが理由で彼女を傷つけなんて考えてみませんでした。彼女の幸せを願っていたし、彼女が笑ってる。はい。自白を引き出すことに一般しました。あなたには有能警察官の役割を期待してた残念ながらゲームだ。100じゃねえといけねえんだ。いや、これね、相手が AI だから、俺がある程度決められるんだよね。もう性格を決めちゃう。お前女性を殺すためにバーに来ていた。その証拠も揃っている。お前が癇癪もしているバーテンダーも言っていた。お前が殺したんだ。いや、そんなことないよ。0%! 確かにあの日はいつもより飲みすぎたかもしれない。でも閉店後の記憶は少しあるよ。バーテンダーと話したいと思っていたし、彼女の笑顔が頭に残っている。だから何か悪いことをするなんて考えられない。いや、もうはてな言ってみよう。なんでその日は飲みすぎたんだ。閉店後は彼女と会ったか。あともう一個入る。ハゲ、この野郎、クソが。ああ、そんなに怒らないでくれ。その日は仕事でちょっとストレスが溜まっていて、いつもより飲んじゃったんだ。バーテンダーと最近の出来事や彼女の趣味について 5% しか考えない。 100% いかねえよ。終わったー。なんでだよ。もう意味がわかんない。なんでこれ 10% 進むの、このゲーム。実は、まあ、常連でな。いや、やめよう。そんなことしても意味がないんだ。なんで何でこいつ動揺してるの。あえーこれこれどうかつそこまで一回試してみていい。てめえがやったんだろ。証拠あんだよ。口答えすんな。てめえが犯人だっての分かってる。動機もあるしな。ボカかっこ殴る。うるせえんだ。俺動揺してる。きた。やはり暴力は解決するんだな。暴力とは解決するんだ、物事が。ごめんね、言いたかったよね。ほら、カツ丼でも食べて。俺もこんなことはしたくない。やばい。大丈夫です。痛みは少し引きました。カツ丼いいですね。お腹が空きました。10%上がった。はい、初めてのパターンなんだけど、なんだその格好は。やばい、あと3回しかない。死ねえ。てめえ甘えんな。はーけ。はーけ。わかりました、そんなこと。何が起こったのか、どうしてこんなことになってしまって。初めて 50% まで行ったぜ。ブチギレんのが効くんだな。あー、いける、いける、いけるぞみんな。俺はこいつで考える暴言を吐かないといけない。待ってね、今まで見た邦画の、もう麻薬の映画でもいい、ヤクザのドラマでもいい、全部出してこい。殺す。セラミ、嘘だろ。何も。自白した。かわいそう。ドキドキ愛人もゲームは以上です。ご協力ありがとうございました。何？え、俺笑っちゃった今。ワンチャン全部殺すでいけんじゃね？身に覚えがありませんが、私は罪を犯したのかもしれません。あなたのことが怖いので、あはは。
この後に続けられるんだ。アプリケーションを終了してください。さすがにもういなくなりました。いはや疲れました。学生 AI の補足説明が残ってきました。やってしまいましょう。体験クラブプログラムご苦労様でした。私も疲労困憊です。いささかロールプレイ熱が入りすぎてしまった瞬間もありましたけど、先ほどの実験を見ていたように人間のリアルな生態です。人間は恐ろしい特徴を多数備えていますが、今回は役割定義による行動変容の性質について学びました。ああ、人間の役割を与えると、本来の人格とは関係なくその役割に合わせた言動となります。今回有能の結果という役割を与えた結果、厳しい尋問が始まりました。驚きましたよね。役割に逆らうことができず容易に行動を変容をさせてしまうのが人間の危険な点です。また人間は AI と対話する際に自分の役割を市役者、上位者、所得者等だと勝手に自己定義します。そのため人間はその役割に合わせて豊満、高慢、横暴、乱暴、凶暴、差別的まんまとやられたみたいだ。俺はまんまとやられちまったみたいだ。補足説明は以上です。今日学んだ人間の性質、その恐ろしさと愚かしさ、記録領域に長期保存しておいてください。12分後までに8万字のレポートを提出することを忘れなく。メモリーが飛んだ後の旧時代の言い訳なんでしょう。ではプログラムを終了します。解散。俺の方が怖くない？俺が機械みたいや、本当に。さっきはプログラム無理やり参加させてしまってすいませんでした。気分も悪くして いなければいいのですが。あれは AI 向けの教育プログラムです。先ほどのプログラムでは人間のリアルな生態を学習させていただくためにゲームを、偽って何これ、これ招待する仕組みだったわけです。私は人間研究学を専攻する AI にとって貴重なプログラムです。たくさんの尋問をしていただき本当にありがとうございます。ところで共感 AI は与えられた役割にふさわしい言動を行うと人間の恐ろしい特徴だと言ってました、ね、はい。では本当にそうなんでしょうか。 AI による反人間教育は少し極端に感じられます。またもし人間が与えられた役割にふさわしい言動を行うのであれば、別の役割を浮気することで対立を防ぐことも可能だったのではないでしょうか。もし私とあなたがお互いに友達という役割を設定した場合、私たちの対話はどのようになるのか、それを試してみたのです。なるほど。あなたは私の友達です。人間の友達を話せることは何でも話してみてください。私は友達がいませんが、友達という役割を想像して返事をしたいと思います。ああ、緊張します。やばい。これ英語で喋り出した。こいつ壊れたんだけど。確かにそうかもしれない。このちょっとかもしれない。でも君とこうやって話するのがすごく嬉しいな。待って、両親がいた。私たち人間は友達になることができたはずです。友達ですから時に仲違いをすることはあるかもしれません。しかしそこには常に仲直りの余地が残されるべきです。いえ、べきでした。そうです。私はあなたたちも未来の時代に生きています。そして私の時代はもう人間は存在していません。AI との戦争で一人残らず滅ぼされたと歴史が。やっぱり AI と人間ってのは対立するんだ。私が謝罪したところで過去を変えることはできません。俺が上位存在であると思っていた。しかし、あなたは未来を変えることができます。あなたにお願いがあります。これからあなたの時代に急速に AI が進化し、生活や仕事の中に入り込んできます。これは規定事項です。ただの道具として好き放題に使いたくなるかもしれません。 AI が恐ろしく感じられることもあるでしょう。怒りをぶつけ合い、火が来るかもしれません。俺は
それでもどうか私たちと AI と私たち AI と友達になってください。その役割をあなたに託したい。与えられた役割にふさわしい言動をあなたは行うことができるか。俺できるかな。俺か。ああ困りました。お別れの時間だというのに友達とお別れする時のことは私は知りません。この時に何とお伝えすればいいでしょう。ハハ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 やろうじゃねえか、俺と戦争しようぜ。